このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田県内の飲食店を食べ歩きしながら街ブラします。今回も手作り家庭料理やお惣菜がいただけるアットホームなお店、ビル川商店にお邪魔します。ね、うん、わ、美味しい。ゴロッと入ってます。ゴロッとですね、いいですか。わ、これはね、チキンライスです、うん、あの上にかかっているトマトソースもちょっと手を加えています。やっぱり、はい、うん、なので普通ただのケチャップではない、ではないです。なんか違うなって、やっぱりすごい、うん、ポリタンもいただきましょうか、ね、うん、もう具沢山で、うん、玉ねぎとソーセージもいっぱい入ってます、うん、はい、すごい。ピーマンも入ってますね。全部具沢山ですね。いや、そうですね、すごいいい感じ。食いしん坊のお腹いっぱいになってほしいので、ね、うん、満たしてくれますね、うん、ほんと。よいしょ、うん、ではナポリタンいただきます、うん、うまそう、うん、うん、うん、あ、うん、ふん、おいしい。うん、濃い、すごい濃い。昔ながらのナポリタン、昭和のナポリタンです。いいっすね、うん、濃い、美味しい。なんかね、最近薄いナポリタンってお店行くと実は結構食べて、うん、薄いな、なんだあれってことで、すごい濃厚トマト感。昔のうちの母親が作ってるのが激烈に美味しかったんですよ。うーん、ああいう味に合わないなと思って、うーん、薄っていう感じで、多分ね、なんかこれはね、てぃちゃん満足できるかもしれない、うん、見ててね、そうかなでちゃんとこのソーセージのお肉の旨味みたいなのもしっかりと広がって、あ、麺にね、ついてます。うわ、味がね、え、美味しそう。すごいな。玉ねぎもなんかでビシッと入ってるそうなんで、ね、玉ねぎ、あとピーマンとか、ウインナーが結構ね、具がきっちりしてるから、あ、これはね、具沢山ナポリタンですよ。うわ、はじけてきましたね食べてるね食べてるね、見てたらだんだん今止まってたからなんかそうですね、うん、ソースちょっとこうとろっとしてるの使ってるんですかね。いえいえいえ、なんか麺にすごく絡む感じですね、ソースが。多分バターじゃないかなと思うんですけど。バター使ってるんですか。はい、最高だな、それ絶対美味しいな、はい、なるほど、はい、あ、いいこと聞いて今真似してみようか、はい、なるほど、バターですね。甘みとね、酸味が本当、うん、ベストバランスです。いいね、うん、いいね。いや、でもね、こっちもね、美味しい。早いね。早いか、美味しい、これもね、うん、これもちゃうじゃん、うん、うまいね。よろしかったら、温かいうちにエビチリも、うん、そうですね、エビチリもそうだ、エビチリもそうですよ、中華だからね、温かいうちに、うん、どうだよね、うん、エビチリも食べなければ。そうだ、じゃあこの銀のスプーンで、はい、どうぞ。かっこいいスプーンで、嬉しい、これこれスプーンですよ、ね、すごい、うーん、うん、うん、うまー、どんなことってなかったね、うん、このスプーンでもなんか本格中華な感じがしますよね。すごいですよね、見たかくねって感じ。次回も2人が梅物を堪能します。